仕事を辞め、実家じまいをした後、たまたま近所で映画のボランティアエキストラ募集があったので、応募してみました。某有名男優と某有名女優が出演するスーカット部分の通行人役。その後、色い々ろいろと経験をしてみたくて、映画数本、ドラマ数本、SP1 本のエキストラに参加してみました。 この動画では、ボランティアエキストラを3ヶ月間やってみたその時の状況や感想をお話したいと思います。エキストラには、エキストラ事務所や俳優芸能事務所に所属し、出演料をもらっている職業エキストラと、エキストラ事務所に登録したり、撮影チームの募集に直接応募し、ボランティアとして無償で参加するエキストラと、2種類があります。出演料等については、 他の YouTuber さんで動画を出している方がいるので割愛します。ボランティアエキストラはその名の通り、ボランティアですので、完全無償参加、つまり、撮影現場までの交通費、宿泊費、出演料も何も出ず、すべて自己負担です。時間帯によってはお弁当が出る時がありますが、基本撮影前に自分で食事を済まさなければなりません。ちなみに、 出演後は番組から謝礼、いわゆる番組特製グッズがいただけます。大概はタイトルが入ったノート、バッグです。ボランティアエキストラは20代から50代の募集がほとんどで、未成年の募集の場合、保護者付き添いなどの条件があります。番組や役によっては年齢幅が限定されることもあります。たまに特殊な技能を持つ役の募集もあります。 例えば、書道ができる人、とあるスポーツができる人、パン作りができる人など。エキストラの応募はエキストラ事務所のホームページや映画制作チームのホームページからで、確定はメールで通知が来ました。応募して、スタッフ審査の後、確定メールが来るのは100、100%撮影の前日午後から夕方くらいです。それまでは、どうなるのかわかりません。 それに応募して聞いていた日にちと実際に撮影する日にちが天気や撮影の進捗で変わることがあります。私が参加した後から7月は雨が多い時期でしたので映画をどこどこで撮影するというスケジュールがあった場合天候によっては予備日と呼ばれる翌日などに変更となります。予備日でも雨が降った場合その翌日になります。撮影状況によって 応募していた現場での撮影が急にキャンセルになったりします。逆に、急に新しく撮影スケジュールが出てくるということもあります。スケジュールが営業職以上に不安定で、仮の仮の場合がほとんどだということを覚えておいた方がいいと思います。また、確定後、指定された時間で集合場所に行くと、助監督クラスの方が転校を行います。 撮影現場へ連れて行かれ、撮影まで準備して待機となります。時によっては、PCR 検査がその時に行われます。撮影終了時間は撮影の進捗によりますので、22時終了だからと応募しても、結局終電ギリギリになったりすることもあります。例えば、16時に撮影終了と言われていても、 場合によっては18時になったりすることを覚悟しなければなりません。私の経験では、テレビドラマの撮影は時間が延びることがほとんどでした。時間には極めて受動的になってしまう職業です。エキストラ事務所のホームページや映画制作会社から送付される出演確定メールには、いろいろな要求が書かれています。現在、例の病気のことがありますので、 どこの現場も前日、当日の体温を知らせなければなりません。現場によっては、一週間前からの検温表を要求されますので、エキストラになりたい方は検温を毎日しておきましょう。撮影前に30から40分間の時間をとって PCR 検査をするところもあり、テストまではマスクを着用し、本番撮影中は一時的にマスクを外し、 本番撮影が終わったらすぐにマスクを着用します。市中での感染者が多くなったり、かなり大勢での撮影になると、1週間以内の PCR 検査結果の提出を求められることもあります。